はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。そして皆さんこれ見てください。これ何に見えますか？これね、パンダなわけよ。そんな見たらわかるって？いやいやいや、これ可愛いでしょ。本当にこのパンダね、めっちゃ気に入ったわ。これはやばいね。もうずっとねこれ背負ってますよ。一応これリュック扱いになっているんですが、可愛すぎるでしょ。こんなリュックさ、リアルの世界で売ったら絶対売れると思うんだけど、たださ、こういうリュックってリアルの世界ではあんまりないよね。まあそういったところでね、現実離れしているこのあつ森で今日もね実況していきたいと思っているわけなんですが、今日はね、なんと最新アップデート、いや隠しアップデートで追加された伝説のイベント、そちらを楽しんでいければなと思ってます。まさかのね、隠しアップデート、新たなイベントが追加ということで、今日はねそちら遊んでいければなと思いますね。いやー、まさかの展開よ。このタイミングで隠しアップデート、そして新しいイベントの追加、まあ厳密には11月4日のアップデートで追加されたんだけど、リアルタイムで遊ばれてる方は実はね今日から追加なんですよ。ですので今日はそちらのイベントを楽しんでいければなと思ってます。ということで早速やっていきましょうか。で、そのイベントの開催場所なんだけど、結構ね珍しい場所で開催なわけよ。いつもはさ、この案内所の前めちゃくちゃ広々してるわけですが、だいたいここでイベントが行われます。例えばハロウィンだったりとか、サンクスギビングだったりとか、ないしはクリスマスだったりとか、あとはイースターだったりとか、様々なイベントがここで開催されるわけですが、なんとね今日はこちらで開催ござる。具体的にはこのたぬき商店で開催なんです。セールって書いてあるわ。やばいなこれ。で、今日はね、なんとリアルの世界でもそうなんだけど、アマゾンの世界でもそうなんですが、なんとねブラックフライデーなわけよ。すでに購入してしまってるわけなんだけど、実はね今日ブラックフライデーで全品 30% オフでございます。まあ要するに買い物のイベントみたいな感じかな。で、今豆粒たちも言ってるんだけど、なんとね11月の30まで、何日間だ、5日間か、5日間なんと期間限定で 30% オフになります。 30% オフってめちゃくちゃ熱いよな。3割引きよ。で、1050ベルかけどね、ここで一つ言いたいのが、品揃えがちょっと悪いよ。もうちょっと増えてもいいんじゃない？これの2倍ぐらいあってもいいんじゃないか。安いよな、ラタンのベッド。いや、いらないな。例えばさ、新しい家具であったりとか、まあ、高価な家具が、ね、入荷してるんであれば、おっ！ってなるんだけど、今日安いしな。で、なおかつ既存家具だから。いや、これはちょっと厳しいだろう。既存家具は厳しいわ。まあ、完全最新の家具であればいいんだけどさ。で、下の方も見てもらったら分かる通り既存家具なんで、まあ目星いいものはないんですよね。まあ敷いてあげるんであればリメイクキットで、あとはまあ苗系かな。で、花であったりとか、こういった消耗品系とかは今のうちに買っといた方がいいかもしれませんね。あとは網とか釣り竿とか、ここら辺もね全部安くなってるから、まあお金に余裕がないよっていう方はこの機会に買ってみてはどうでしょうか。まあいろいろお買い得なんでね、かなりお得ですよ。で、ここでね、なんとサプライズ追加、サプライズ追加されているものがございます。皆さん何か分かりますか？いや、今ね一瞬映ってしまった。サプライズ追加されたものが一瞬映ってしまいました。そうなんですよ、これだよこれ。サンクスギビングクッキング6860ベルっていうね、結構中途半端な値段に設定されているわけなんですが、これがねなんと販売されております。多分ね、このクッキングレシピに関しては、この期間だけ発売じゃなかったっけ？確かその記憶がございます。ですので、まあ、リアルタイムでやってる方は、ほとんど持ってないと思うから、ぜひね、こちら、忘れずに購入しましょう。しかもね、今ならブラックフライデーで 30% オフ。これもうね、買うしかないよ。間違いなく買うしかないんで、ぜひね、皆さん、買っていきましょう。ってことで、そんな感じかな。いやー、けどね、ブラックフライデー嬉しいんだけどさ、個人的にはタヌキデパート来てほしかったわ。タヌキ商店、タヌキデパートにアップグレードみたいな、
そして売り場面積も2倍に広がりますみたいな、こういった展開であればおおってね興奮するところだったんだけど、まあブラックフライデー嬉しいけどさ、けどやっぱり商品の数が少ないなと思いました。まあ今の時代ってさ、まあ、店舗を構えるというよりオンラインの方が主流になってきてるからさ、まあ戦略的には間違いじゃないと思うんだよ。まあタヌキショッピングも充実してるからさ、けどやっぱり店舗に行くんであればできるだけ品揃えがいいところやっぱ行きたいよね。なあバンタム、お前何してんだ。お、おしゃれなメガネかけてるね。お、座った。しかもなんか読もうとしてるじゃねえか。ゆっくりしててくれよな社畜、金くれ。いや金あげねえよ。金はあげないよな。世の中どんどん便利になっていくけどよ、便利さだけ追っかけてっていいのかって思わなくもねえんだよな。例えば電卓、俺はやっぱりそのまはんだな。弾をパチパチ弾く感触と気持ちのいい音、ああいう楽しさはデジタルじゃ無理だろ。ローラースケート代わりにそろばんで滑ってこっぴどく叱られるっていうスリルも電卓じゃ味わえねえしなんかっていう話でした。なるほどね、バンタム君。話でもあんのかい、カニクレイ。安心きたぜ。そうな、おめえに一つ聞いてみてえことがあるんだよ。ズバッと直感で答えてほしいのさ。じゃあ始めるで。おめえの目の前に壺があると思いな。さて、中から何が出てくる。タコ、ヘビ、ゴミ。ゴミはやばすぎだろ、ゴミ。実はどれを選んだかで、おめえの心のありようが分かっちまうらしいんだ。ゴミを選んだおめえは、買い物や誰かへのプレゼントで、ストレスを発散するタイプだろう。どうだ、当たってたか。俺は物を捨てるのが苦手だからあんまり買い物しねえんだけどな、カニクレイ。あ、そうなんだ。なるほどね、バンタムはエコノミーっていうことか。なるほどなるほど。じゃあなバンタム。いやバンタムもね、うちの島に来て結構時間経ったよね。けどさ、今バンタムくん実はね入れ替えを検討しておりまして、じゃあ誰と検討しているのかっていうところなんだけど、みんな知ってるドンちゃん。え、ドンちゃんってみんな知ってる？ドンちゃんっていう新しいキャラがいるんだけど、その子のアミーボカード持ってるわけよ。ですので、その子のアミーボカード使って、ホニャララやろうかなと思っているわけなんだけど、どうすかね、皆さん。呼びましょうかね。降臨させるか、ドンちゃんを。このウホホ島に。けど、ドンちゃんっていうか、新しい住民を呼びたいんですよね。ドンちゃん呼ぶのもありかなと思ってますね。まあ、新しい住民やっぱ呼びたいよね。せっかくさ、だって過去住民が8人復活して、で、完全最新の住民が8人追加されて、合計16人追加されたわけだから、もう波に乗るしかないよ、このビッグウェーブに。もったいねえからな。そういえば、ブラックフライデーということで、アマゾンでも大規模なセールがされるわけなんだけど、皆さんは何購入されますか？いやー、個人的にはね、欲しいものってそんなないんだよな。皆さん何かありますか？ブラックフライデーか。俺そんなに物欲ないからな。これ欲しいとかあれ欲しいとかあんまりなくて、どうしようかなと思ってるところですね。もしね、おすすめとかあれば、ぜひね、コメント欄に書き込んでください。お願いします。いや、マジでね、お願いするわ。これ買った方がいいよとか。まあ、ジャンルはね、何でもいいからさ。おすすめ頼むわ。期待しとこっと。みんな何書いてくれんだろう。いや、本当にね、何でもいいですよ。えへへ、今日も盛り上がってこうね。お、クリスティーナ。好きなアーティストのライブに行くと、テンション上がるよね。この前、大好きなトタケケさん。お前、嘘つきだろ。嘘つきは、クリスティーナの始まりって言われるぞ。大丈夫か。お前、トタケケさん好きなのに全然さ、ライブに来ないじゃん。どういうこと？それは。俺さ、ありえないと思うんだよね。大好きなのに、トタケケ土曜にやってきても、全然来ないじゃん、ライブに。どういうことや。で、音楽ライブに合わせて、オリジナル T シャツを作ったんだ。お前それ儲ける気満々じゃねえか。目立つピンクの T シャツに、眉毛って文字入れてみたの、超クールだと思わない？いや、思いません。ごめんなさい。でも、フランサーちゃんに、恐れて着ようって誘ったら、あれー、ちょっと待ってこれ。え、みんなこれやばくない？もしかして、姉妹限定の会話みたいな感じ？え、これもしかしてさ、姉妹限定会話みたいなものが追加されたんじゃないか。まあ、たまたまの可能性があるけど、フランスはクレスティーヌ。いや、これ姉妹限定会話じゃねえか。え、どうなんだろう？これ気になるな。
まあ、新しく追加されたっていうことは確定なんだけど、姉妹限定会話、まさかのサイレント追加。あら、終わったわ。あ、たまたまかな、これ。どうなんだろう。ちょっと気になるな。今のはめちゃ気になったな。お話を。この時期のダンストレーニングは、体がポカポカになって寒さなんか吹っ飛んでっちゃうよね。カネクレイ。わかるぜ、その気持ち。この時期はね、めっちゃ寒いからな。ていうか、一気に寒くなったよね。なんか、ついこの間まで、うわ、今年の11月めっちゃ暑いわって思ってたけど、気づいたらね、結構、寒くなってきたみたいな。普通に寒いわ。いや、本当にね、気温ってすぐ変わるから、皆さん気をつけてください。それなんだよ。風邪ひかないようにしてくださいね。で、ついでにちょっとタヌキショッピング見ていきましょうか。これってさ、ブラックフライデーでも安くならないよね。あー、安くならないんで、こっちの方は。こっちの方もさ、安くなるんであれば、うおーってなるんだけど、たぬき商店だけか。マジかよー。で、お城の門も売ってるじゃねえか。普通に売ってたわ。お城の門売ってますね。ゴールドクレスト、ラジカセか。あれ?ラジカセさ、これ、ちょっと待って。ラジカセ、もしかして、あ、前からあったっけ、これ。今回から追加された?いや、前からあるわ。いや、前からあるよね。たまたまか。俺がボケてただけか。そして、季節の商品もなくなってしまった。はい。っていうことで、今日の動画一旦終わりましょうかね。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく、あつ森をやってる方であれば、チャンネル登録しといて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。